皆さんこんにちは。皆さんは昆虫好きですか？今回は昆虫の名前を見てみましょう。さあ始まるよ。昆虫、どんなものがあるかな？テントウムシ、オニヤンマ、ギンヤンマ、塩辛トンボ、チョウトンボ、ナナフシ、キリギリス、コオロギ、トノサマバッタ、少量バッタ、オンブバッタ、カマキリ、ハナカマキリ、ハサミムシ。昆虫、まだまだあるよ。モンシロチョウ、アゲハチョウ、オオムラサキ、ヤマトシジミ、ハンミョウ、カブトムシ、ヘラクレスオオカブト、ノコギリクワガタ、ミヤマクワガタ、オオクワガタ、ミツバチ、オオスズメバチ、ゲンゴロウ、タガメ。昆虫、まだまだあるよ。アリ、ウリボシカミキリ、ゴマダラカミキリ、ホタル、タマムシ、カナブン、カメムシ、ダンゴムシ、ミンミンゼミ、アブラゼミ、ツクツクボウシ、ヒグラシ、アメンボ、コガネムシ。みなさんこんにちは。今回は昆虫が卵から成虫まで進化していく様子について見てみましょう。さあ始まるよ。ここは卵液です。卵が生まれたよ。何の卵かな？汽車に乗って出発。幼虫駅に到着です。幼虫に変身します。黒っぽい幼虫になりました。では出発。何か様子が、あ、幼虫が脱皮して緑色の幼虫に変身。イモムシへと変身しました。では再び出発。サナギ駅に到着です。幼虫からサナギに変身します。サナギに変身しました。では出発。成虫駅に到着。サナギから成虫に変身します。サナギから出てきたのはアゲハチョウでした。では次の昆虫について見てみましょう。ここは卵液です。あ、卵が生まれたよ。何の卵かな？汽車に乗って出発。
に到着です。幼虫に変身します。体は白く頭は茶色の幼虫に変身しました。では再び出発。さなぎ駅に到着です。幼虫からさなぎに変身します。さなぎに変身しました。では出発。成虫駅に到着。さなぎから成虫に変身します。さなぎから出てきたのはカブトムシでした。では次の昆虫について見てみましょう。ここは卵液です。あ、卵が生まれたよ。何の卵かな。汽車に乗って出発。幼虫駅に到着です。幼虫に変身します。体が透き通っている幼虫に変身しました。木を降りて敵の少ない地面の下に潜って暮らします。では再び出発。何か様子が。あ、幼虫が脱皮を繰り返して茶色の幼虫に変身。では再び出発。成虫駅に到着。幼虫から成虫に変身します。幼虫から出てきたのはアブラゼミでした。皆さんこんにちは。暖かくなってきて昆虫が活動し始めましたね。今回はテントウムシについて見てみましょう。最後まで見て虫博士になってね。さあ始まるよ。ある日のこと、小さなテントウムシのテンちゃんが葉っぱの上で眠っていました。朝日が昇り、日差しがテンちゃんの体を包み込み始めた頃、テンちゃんは目を覚ましたのです。テンちゃんの大好物はアブラムシ。アブラムシはどこかな。あ、アブラムシがカラスのエンドウにたくさん止まっていました。テンちゃんは大喜び。パクリむしゃむしゃ、おいしいなぁとたくさん食べます。一日に100匹ほどのアブラムシを食べるよ。テンちゃんがアブラムシを食べているとアリさんがやってきました。アブラムシは僕に甘い汁を出してくれるんだよ。アブラムシを食べるなとアリさんがテンちゃんを攻撃。あ、テンちゃんが葉っぱから落ちてしまいました。その時テンちゃんは体から黄色い汁を出しました。この汁はとても苦いよ。鳥などはこの汁が大嫌い。テンちゃんはこの汁を出すことで身を守っています。テンちゃんがお腹いっぱいになって葉っぱの上をお散歩。あれ、よーく見ると葉っぱの裏にはテントウムシの卵がたくさんありました。黄色くてツヤツヤしているね。これらの卵はすぐに孵化して小さな幼虫になります。
幼虫は黒っぽい色でまだ体が薄く、鳥や虫に狙われやすいです。葉っぱの上で過ごす時間も長くありません。何回か脱皮を繰り返し大きくなった幼虫は後にサナギになります。1週間後、サナギからテントウムシの成虫が出てきました。成虫になりたては羽が黄色くて柔らかいですが、だんだんと美しい赤と黒の模様に変身します。テンちゃんはお友達が増えて大喜び。みんなで仲良く暮らしました。では最後にテントウムシの豆知識。テントウムシは季節性のある昆虫です。春はテントウムシの大好物であるアブラムシがたくさんいるので活発に活動しているよ。夏になると暑くてアブラムシがいなくなってしまうため、テントウムシは日陰で何も食べずに眠って過ごします。秋になり涼しくなってくると再びアブラムシが増えてくるため、テントウムシも活動を始めます。冬になると寒いため成虫の姿で落ち葉の下や木の皮の裏などでじーっとして冬を越します。するよ。七星テントウ、黄色テントウ、二重矢星テントウ、カメノコテントウ、ナミテントウ。ぜひお家の近くなのでテントウムシを探して観察してみてね。皆さんこんにちは。今回はミツバチについて見てみましょう。最後まで見て昆虫博士になってね。さあ始まるよ。皆さん、蜂蜜は好きですか？蜂蜜はミツバチが作ってくれるごちそうです。蜂といえばお尻に針があって怖いイメージを持っている子が多いかな。でも実はミツバチが刺すのは巣を守る時だけです。そのためミツバチや巣を触ったり攻撃しなければ刺されることはめったにありません。ミツバチは針を刺すと針はミツバチの体から抜けてしまい、そのミツバチは死んでしまいます。命がけで巣を守っているんだね。そんなミツバチの大家族をこれから紹介するよ。ミツバチ家族には女王バチ、オスバチ、働きバチの3種類がいます。女王バチは巣に1匹だけ。女王蜂の仕事は卵を産むこと。女王蜂は卵を産みますが、子育ては働き蜂に任せてしまいます。卵を産むだけと思った子いますか？でも女王蜂は1日に1500個ほど卵を産みます。58秒ごとに1個卵を産むペースです。忙しいね。オスバチの仕事は交尾。女王バチと交尾して卵を産んでもらうよ。働きバチはみんなメスです。メスですが卵は産まないよ。巣の中や巣の外でそれぞれの仕事をします。どんな仕事があるか見てみましょう。みんなだったらどの仕事をしたいかな？まずは花粉と蜜を集める係。ミツバチは花から花粉と蜜を集めます。長いストローのような舌を花の奥深くに差し込んで蜜を吸い込みます。体の中に蜜袋があってそこに溜めることができるよ。蜜を吸うときに体についた花粉を足で集め、
後ろ足のくぼみにある花粉バスケットに詰め込んで運ぶよ。ミツバチのダンス知っていますか？ミツバチは花のある場所をダンスで他の仲間に知らせます。まずは円ダンス。これはお花が近くにあることを表しているよ。次は尻振りダンス。これはお花の場所が遠いことを表しているよ。八の字を描き、真ん中のくびれたところで方向を示します。この場合は太陽の方向に飛ぶよ。この場合は太陽の左側へ飛びます。この場合は太陽の右へ飛びます。次は門番係。門番係は巣箱の入り口で巣箱を守っています。よそ者の蜂を寄せつけないよ。次は巣を作る係。蜂の巣は六角形の部屋がたくさん集まっています。とても綺麗な形をしていますね。これを蜂が作ったなんて信じられないほどです。ミツバチの体の中で蝋というものを作り、腹の穴から出します。この蝋で六角形の形を作ります。ちなみにこの六角形のお部屋の中に卵や幼虫、さなぎ、花粉、蜂蜜などを入れるよ。蜂蜜が垂れてこないように上に傾けてお部屋を作っています。よくできているよね。次は蜂蜜を作る係。蜂蜜は花から集めた蜜で作ります。花の蜜に蜂の頭から出した物質を加えます。それを広げて羽で仰ぎます。すると水分が抜けてドロッとした美味しい蜂蜜の出来上がり。次は女王のお世話係。女王蜂は卵を産むので大忙し。お世話係は女王蜂のそばにいて口移しで餌をあげるよ。続いて幼虫の子育て係。卵からかえった蜂の幼虫のお世話をします。小さい幼虫のうちは子育て係の蜂が頭のあたりから蜂乳という餌を出し幼虫に与えるよ。幼虫が大きくなってきたら花粉と蜂蜜を混ぜた蜂パンという餌や蜂蜜を与えるよ。そして子育て係は新しい女王蜂も育てるよ。女王蜂を育てるお部屋は特別なものを作ります。そして普通のメスの幼虫にローヤルゼリーという特別な餌を与えます。このローヤルゼリーを食べた幼虫は女王蜂になります。ローヤルゼリーを食べなかった幼虫は働き蜂になるよ。幼虫は体が十分大きくなるとさなぎになります。変態して成虫の蜂へとなります。あ、女王蜂のお部屋から新しい女王蜂が出てきました。新しい女王蜂は巣を出て新たな家族を作りに旅立ちます。いろいろな係があってそれぞれ仕事をしっかりしていたね。みんながもしミツバチだったらどの仕事をしたいと思ったかな？ミツバチが頑張って作ってくれた蜂蜜、これからは感謝して大切に食べていこうね。みなさんこんにちは。今回は昆虫が卵から成虫まで変身していく様子について見てみましょう。昆虫変身列車第2弾です。さあ、始まるよ。
ここは玉子駅です。あ、卵が生まれたよ。何の卵かな。汽車に乗って出発。幼虫駅に到着です。幼虫に変身します。白っぽい幼虫になりました。では出発。踏切です。幼虫の様子を見てみましょう。あ、たくさん餌を食べて大きくなっています。では再び出発。サナギ駅に到着です。幼虫からサナギに変身します。サナギに変身しました。では出発。成虫駅に到着。サナギから成虫に変身します。サナギから出てきたのはハチでした。幼虫駅に到着です。幼虫に変身します。黒っぽい幼虫になりました。では出発。幼虫からサナギに変身します。サナギに変身しました。では出発。成虫駅に到着。サナギから成虫に変身します。サナギから出てきたのはテントウムシでした。では次の昆虫について見てみましょう。ここは卵駅です。あ、卵が生まれたよ。何の卵かな。汽車に乗って出発。幼虫駅に到着です。幼虫に変身します。透き通った体の幼虫になりました。では再び出発。踏切です。幼虫の様子を見てみましょう。では再び出発。成虫駅に到着。幼虫から成虫に変身します。幼虫から出てきたのはトンボでした。皆さんこんにちは。今回は虫の名前について見てみましょう。さあ、始まるよ。テントウムシ。オニヤンマ。塩辛トンボ。
トンボ。七不思議。キリギリス。コオロギ。トノサマバッタ。少量バッタ。オンブバッタ。カマキリ。ハナカマキリ。モンシロチョウ。アゲハチョウ。オオムラサキ。ヤマトシジミ。ハンミョウ。カブトムシ。ヘラクレスオオカブト。ノコギリクワガタ。ミヤマクワガタ。オオクワガタ。ミツバチ。オオスズメバチ。アリ。ツリボシカミキリ。ゴマダラカミキリ。ホタル。タマムシ。カナブン。カメムシ。ダンゴムシ。ミンミン。
ゼミ。油ゼミ。つくつく帽子。アメンボ。ゾウムシ。ハエ。最後まで見てくれてありがとう。頑張った子にはプレゼント。何が出てくるかな。カマキリのメダル。他の動画も見てみてね。新しいメダルがもらえるかも。バイバーイ。この動画がいいねと思った人はチャンネル登録お願いします。